はいどうも、タクタクです。グロニック、タンタンやっていきましょう。なんか学校の屋上というか3階か、なんかこんな感じになっておりまして、ちょっといろいろ調べていきますけども。なんですか？僕の顔になんかついてます？ついてはないんだが、この人は？これ夢じゃないんだよね。デッドライン。すげえデッドラインって言うんじゃん。美味しい水も。これもらっちゃっていいのかな？私も噛まれたんだけど、ゾンビにはならなかったんだ。代わりにね、妖精さんが見えるようになったの。ほら、あなたの肩の上にも。うん。俺、この、なんか、あれかな？ちょっと今、崩壊。ここの、ね、3階の崩壊の、シナリオをちょっと帰り見たような、ね、帰り見たっておかしい。垣間見えたような気がしますね、今ね。この人が原因で、なんかみんな死んでいきそうな気が、俺は、するよ。で、ここ何の集会？ゴレンジャー。やっぱりこれってクルミのせいなのかな？あったとしたらクルミ製薬を調べれば何かわかるかもしれない。神社って何か秘密ありそうだよな。なんか噂あった気がする。いや、それ俺も気になってる、実は。手がかりを見つけるとか言って出てったっけ帰ってこないやついただろう。あんまり気にしない方がいいんじゃねえ。サングラスの人？港にじいさんいたんだけど大丈夫かな？大丈夫。お姉ちゃんから聞いたんだけどさ、くるみ製薬の地下研究所には所長の隠し部屋があるらしい。お、気になる。おいしい水。なんでお姉ちゃん知ってんのそんなこと。エイダウォン的な。そんな感じ。あ、待って。レッドライン。おいしい水。デッドラインめっちゃ手に入るの、ここに来て。大丈夫？不謹慎かもだけど、さあ、学校の教室って懐かしいなんて思うんだよね。わかる、でも。確かにこれはクルミのせいなんだろうけど、私たちみたいな事務職の下っ端には何もわからないわね。あ、そうなの？この人クルミの人たち？あ！娘とあげてしまったんです。どこかで見かけますね。公園にいました。公園ですね、わかりました。ほいっと。お！ここに来て、フラグ回収。できたよ。おばあちゃん。おばあちゃん、寝てる。眠っている。なるほど。生存者はみんなここにいるんだな。ここは？君たちは？ちょっとこれ、学校でこんな過激な本はまずいですよ。エロ本か！んなこと言ってるから、少子化が解決しねえんだよ。いや、わかんないけど。何の本だったか。デッドラインは、飲みます。すぐ飲みます。取っといても、ね。いいことはないと思う。ゾンビ対策本ないかな。うん、ないでしょうね。あ、ここも弾いて弾かない。ピアノ弾いたらダメだよね。大きな音を出したら化け物に気づかれるかも。振りかな、振りなのかな。これは別に悪いことじゃないだろう。なんかさ、女子多くね？別に悪いことじゃないだろう。いや、まあね。女子多い方が、ねえ。なんだろう。いや、特になんもないかもしれない。ね。いいのかもしれんし。あ、上行ける。うん。屋上。うん。こっから落ちてきたよ、でも。そう考えると、落ちてきたやつってなかなかだよね。君何？ピアノ弾くか。これピアノ弾く流れだな、多分。行くぞ。弾いてみる。怒られるんかな。あ、やっぱり。やめてください。大きな音を立てると奴らに気づかれます。怒られちゃった。あなたピアノ弾いちゃいましたね。なんていうかドキドキしました。あ、俺に惚れるのよ。みたいなことですね、これね。みたいなことですね。ちょっと気持ち悪かったね、今ね、我ながらね。なんかご用意でしょうか。あ、肉について聞く。え、お肉ですか。うん、あるとすれば、調理実習室ですね。調理実習室は2階にあります。一度安全は確認していますが、気をつけてくださいね。飛び降りた生徒について聞く。おそらく現在の状況に絶望して死を選んでしまったんだと思います。うん。2階で死んだ生徒について聞く。あなたがここにいらっしゃる前は2階も安全だったのですが、いろいろとごたごたがありまして、ゾンビに侵入されてしまいました。その時に負傷してしまったのではないかと思います。
幼女の母について、ああ娘さんを探してる方ならいらっしゃいますよ、この階のどこかにいらっしゃる方なら直接、うん、OKOKOK 特にね。え、じゃあもうここ様子見ってことか、やっぱおかしいよ、納得できない。お、お、どこ行く、お、どこ、あ、なに、あ、なに、ちょっとすいません急いでいるので、あ、なに、あ、なに、なに、なに、うん、ちょ、やめろ、何すんだ、話せ、なに、ば、どうし、あ、わかったよ、全部こいつのせいだったんだ、こいつのせいであの子は飛び降りて、それであいつが犯人にされて、畜生、ありえね、えね、ありえねえよ、こんなの、男が死んでいる、うん、悪い、もう誰とも話したくないんだ、うん、何なんだろうこのエピソードはこのエピソード何、この何、このや、このやりとり何よ、ちょっと生徒会長に聞いてみましょうか、何か覚えてるでしょうか、屋上での事件についてなんです。わかりました、情報提供ありがとうございます、彼女のことはお任せください、間違った行動に出ないよう慎重に対応させていただきます。間違ったね、噂に聞く猿みたいな化け物に歯が立たないでしょうから、あ、そうなんだ、で、なんであの猿みたいなやつは死んでんだ、あれ女の子いなくなってますね、対処したんかね、対処したん、おう、2階行ってみます、とりあえずなんか2階にも肉があるって話だし、そもそも肉もういらねえんじゃねっていう気もしますし、まあ2回行きますけども、行くぞ、調理実習室、なんかどっかまだ入ってないとこあるなと思いながら、うわー、今日いたんだよね、調理実習、あ、ああ、調理実習室ね、ふに、あ、これか、デッドライン、お、デッドライン、お、いい、あ、ね、ひねるとかあんの、ひねってみる、なに、めちゃくちゃ固い、普通に使えるよと、おおっと、ちょっと待ってね、いや、なんで気づかないんだよ、なんで気づかなかったお前、いくぜ、女が死んでいる、 OK、 やばい、なんかいる、でっ、いけた、おい、やば、囲まれるぞこれ、やばい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 、たかしくんの数学テストってバカなのこれ、デッドライン、おいしい水、お、食われてる食われてる食われまくってる、いや、これどうしよう、おっと、おいしい水ゲット、やばやば、危ない、いけ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 るか、これ総合的にいけいけんのかこれ、あ、なんかある、飛び降りた生徒の遺書、おいしい水、お猿さん怖いんだけど、よし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 、大体回収したのよ、大体の、あっ、やばっ、あっぶねえ、おいしい水飲んどこ、あっぶねえ、そろそろ消え、そろそろ消え、あっ、さらばじゃ危なかった、ちょっと文章読みましょうか、うん、たかしくんの数学テスト3点、おバカやバカさよならごめんなさい、はいはい、うん、でこれでちょっとどうなの、上行けるルートあるっけ、あ、こっちか、こう来て、ここもいるからね、気をつけて、下に降りるときしんどいね、これね。戻ってきた。
と一応セーブしつつ、どや、あ、なんかあれですね、ないですね、変化は。まあここにも用がないんで、もう行きますか。行きましょう。肉って結構あるんですね。これでこっちか、あ、どっちだっけ、こっちだ。これ1階から移動するのが意外とむずいんだよね。うん、これいけ、これ、あ、危ない、あ、やばい、危な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 い。で、どっちだっけ、あー、危ない、こっちだった、さよならです。オッケー、オッケー、これで帰ろう。めっちゃ食ってる。帰れる。すげえ久しぶりの期間な気がするな。期間。よし、一回保存しつつ、変わるかな、一線越えちゃう感じかな。話す、まだ覚悟は。でも肉あげなくていいんでしょ。まあどこに行くかだな、こうなるとな。製薬会社に行きたいわけよ、まずはね。神社とかも怪しいけどさ。あ、マップあんじゃん。はいはい。あ、こっちだね、じゃあね、製薬会社はね。わ、友達いる、友達いる。あ、気づかれて。いや、ゴリラもいるし。いや、めっちゃいるね。ここもう入ってんのかな、敷地内にね。これ何、あ、クリーム製薬へようこそ。ここか、ここだな。よしよしよし。で、ここセーブして、入ってたとこで、今回この辺で終わりましょう。次回じゃ、いよいよ、くるみ製薬、乗り込んで、行きましょう。はい。学校のいざこざとかも気になりますけども。はい。それではこの続きはまた次回、よろしくお願いします。それでは、したっけ